どうも皆さん、お元気ですか？宮野守です。守ちゃんということで、今回はですね、皆様へヨガをお届けしたいなというふうに思っております。ぜひね、リラックスしながらできるオリジナルのヨガを、このね、ヨガを作った第一人者、この先生です。どうぞ。どうも、こんにちは、あ、ふみでございます。今回はふみ先生が考案してくださったヨガを、そうですね、ヨガ風ですね、ヨガ風ヨガを、あの、第一人者でも何でもないのね、はい、ヨガ風ヨガをですね、そうですね、オリジナルストレッチをですね、行っていきたい。まあ、ヨガのポーズ、なんか猫のポーズだったりとか、蛇のポーズだったりとか、うん、いろいろあると思うんですけども、何でしたっけ、あの、ふみ先生が考案したオリジナルの、オリジナルのなんかあるんですね、タツノオトシゴのポーズ。ありますね、うん、どういうんでしたっけ、どういうんでこういうどこが伸びてるんですか。ここはですね、うん、主に手ですね。あ、ここが伸びてる。主に手です、ね、あ、なるほど。こういうね、ヨガをやっていきたいなというふうに思っております。それではよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。ロードトゥーリビング。じゃあそれではですね、膝をまあ楽に崩して、まあ、あぐらの形ですね。踏みストレッチはですね、はい、ぜひあのやりながら感じたことを言葉に出して、口に出していきたいななんて思うんです。伸ばしたりとかする、痛かったらもう痛い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 、なるほどなるほど、伸びていたら気持ちよかった、あ、気持ちいいと、なるほど、もう口に出して、なるほど、体と会話をしていきたいななんて思う次第でございます。では楽に、あぐらをかいて、両方のお尻が床にくっついていることを確認して、ケツのことですか、ケツのケツ、ケツ、ケツ、ケツのこと、両のケツですね、両方のケツ、両、まあ、丁寧にお尻と言ったんですが、はい、それでは手を楽なところ、背筋をまっすぐ伸ばして、楽なところ、はい、では肩をリラックスして両手は膝に、あ、そうですね、はい、姿勢を伸ばして肩をぐるっと一回リラックスして、それではミュージックスタート。何て言ったんですか。ミュージックスタートです。それでは大きく息を吸いながら両手を真上、吐きながらゆっくり下ろす。もう一度背筋を伸ばしながら下ろす。それじゃあ左腕を、いい曲ですね、伸ばしながら、いい曲ですね、脇腹を解放、そして手を遠くへ伸ばしながら同じこと、体側を気持ちよく伸ばして、もう一度遠くへ、反対も参りましょう。ちょっと息がうるさいですけどね、遠くへ伸ばして、こっちか、はい、もう一度右腕を大きく、気持ちいいですね、気持ちいいです、遠くへ伸ばして、それでは右足を伸ばして体を斜めに、息を吐きながら それでは左腕を後ろへ、腰を上げて伸ばす。気持ちいいですね、気持ちいいですね、では戻して逆に行きますよ、左足を伸ばして斜め前、はい、では右腕を後ろへついて腰を上げて伸びます。こっちか、気持ちいいですね、気持ちいいですね、はい、ではゆっくり戻して
四つん這いになっていきます。両手両足は肩幅に、上を見ながら息を吸って、先生のケツしか見ないんですけど見ないでください。吐きながら肩甲骨を広げるイメージでもう一度吸って、マジですか先生のケツ見ないでください。真正面なんですけど、はい、吐きながらそれでお尻を上に上げてずっと先生のお尻見ないでください。これでいいのかな。お尻の先から指先までまっすぐダウンドッグ。あ、ダウンドッグですか。ダウンドッグと言いますよ。しっかり呼吸をして、それでは両膝をついて真上を見るように上半身を反らす、アップドッグ。本当ですか。こんな犬見たことないですけど静かにしてくださいね。気持ちいいですね。気持ちいいですね。さあもう一度ダウンドッグへと行きます。しっかり呼吸を導いてあげましょう。どこに。全身にですよ。はい、ゆっくりと両足を両手の方へ歩いて、はい、じゃあそれはゆっくりロールアップしていきます。両手も真上、ゆっくりと両手を下ろして5分間。先生、何でしょう。映ってないっす。顔がこれでいいんですか。いいんです。ロードトゥリビング。それでは左足を大きく後ろへ、左足は前、あ、横だ、横、右足は前。ああ、こういうことね。はい、そうでございます。そして骨盤を前に向けて、あ、滑る。しっかり尾骨を真下に下ろしながら、では参りましょう。ミュージックスタート。ちょっと何言ってるか分かんない。両手を真上、それでは両手を真頭の後ろへ、頭を後ろへ向けて胸を開放、こうか、はい、滑る。左向いて脇を開放これいいですね。気持ちいいですよね。気持ちいいですね。体側伸びてますか。伸びてます。あ、これいいですね。そして左足を手にさらに伸ばします。こうか。しっかり呼吸をして、それでは両足を伸ばして、左手は真上、あ、いいですね。伸びてますね。気持ちいいですね。気持ちいいですよ。滑る。はい、それでは両手を前に足を揃えてロールアップ、はい、こうか。右足を引いて同じこと早っ両手を頭の後ろへ、頭を後ろに預けて胸を開放。あ、気持ちですね。夕飯何かなのポーズですねそして右を向いて脇を開放、横を行きてーなーのポーズですね。そうですねどこ行こうかなーっていうそして右手を後ろへ、さらに体側を伸ばす、こうか。あ、気持ちいいですね。はい、気持ちいいです。それでは両足を伸ばして右手を真上、こうか。チャレンジできる方はさらに下、え、膝を曲げて、こう、こう、そうです。では両手をついて足を揃えて、
体を左右にブラブラと腰をゆったりとほぐして、ああこれ気持ちいいですねこれはそしたら両手をすねについて遠くを見ながら背骨をまっすぐハーフアップ、ハーフアップ、はい、で緩めてロールアップ、パンティーラインがやっぱ前向いて両足を揃えて両手を真上、かかとを上げていきます、バレエエクササイズね、下ろしてルルベアップですね、ルルベアップです、かかとをしっかりとつけて、それでは最後はこの曲の振り付けに合わせてもう一度体側を伸ばしていきます、はい、足を広げてゆっくり、はい、ではこれですよ、いいですね、しっかりと体側を、あ、いいですね、いいですよね、伸びてますか、伸びてます、歌いながらやるといいですね、いいですね、最後は倍速でいきましょうか、はいはいはい、あ、いいですね、笑顔になってますか、はい、あ、いいですね、しっかり呼吸もして、あ、気持ちいいですねお疲れ様でした、上から呼吸を、もう一度上に足を揃えて、もう一度上から吐きながら、もう一度吸って両手合わせて胸の前に、もしかして5分か5分かロードレディング、はい、先生ありがとうございました、いや気持ちよかったですね、あ、気持ちよかったですね、あの大変気持ちよかったです、あの皆さんもぜひね、お家であの時間があるときですね、このヨガをやって、はい、体側を伸ばしてください、そうですね、はい、体側が大事、体側が大事だそうです、そうですね、1回は伸ばしたいですね、あ、で伸ばすと気持ちいいです、気持ちいいですね、非常に、ちなみにタツノオトシコのポーズはどこ伸びてるんですか、あ、主にここですね、ここやってみてください、ありがとうございました、ありがとうございました、また次の動画で会いましょう、さようなら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。